ウイジンで失われ、修理後ポーランド国内軍に使用される、ヘッザー初期型。車体前面に書かれた、フファットの愛称は、本社を回収した可視館の中から取られたもの。38式系駆逐戦車ヘッザーは、第二次世界大戦時のドイツの駆逐戦車。ドイツ語では、ジャグドパンザー38と呼ばれる。正式番号は、SDKFZ138 に、 ヘッツァーというニックネームは、本来、次世代系駆逐戦車である E-10 計画用のものであったが、いつの間にか本車のものになっている。また、先に設計されたルーマニアのマレッシャル駆逐戦車が、デザイン上の参考になっているとの説もある。もと,もとは、スリーゴー突撃砲を生産するベルリンのアルケット車工場が爆撃され生産停止に陥った際。 ドイツ陸軍最高司令部からチェコの BMM 社に同突撃砲の生産が代行できないかと打診されたのが開発のきっかけであった。1943年12月6日、BMM 社には重量24トンの突撃砲を持ち上げ移動できる機材や組み立てスペースがなく、より小型の車両しか生産できないと報告された。アドルフ・ヒトラーは同月17日に 新たに同社から提案された 38NA 偵察戦車のコンポーネントを使う13トン級軽突撃砲を生産することに同意した。足回りの形状が酷似しているため、古い資料では従来型の 38K からの流用という間違った解説が多かったが、実際は38戦車の発展型であり、通号戦車。 L 型ルクスとの競争に敗れ不採用となった新型38戦車からの部品流用である。天輪の直径や軌道輪の波数、誘導輪の形や直径、立体のパターン、幅、シャーシのサイズなどが異なっており、これらは従来型38系には使われていない部品だった。他にもリーフスプリング式サスペンションは38系自走法。 専用車台と同じ 7mm 厚い板ね16枚のタイプであるが、ノーズヘビー気味であったため1944年9月から前半部は 9mm 厚のものに変更された。この足回りに新設計のシャーシ、傾斜した装甲を持つ戦闘室と48口径の 75mm 対戦車砲を搭載した軽く逐戦車がヘッザーである。本車は安価で生産性も意識され、 最優先事項とされたこともあり、わずか4ヶ月で設計を終えた。そして、実物大木型模型すら完成していない1944年1月18日の段階で線量が発注され、後に決算線量が目標とされたが、1年足らずの生産期間で完成したヘッツァーは BMM 社で2047両以上、シュコダ社で780両以上だった。ヘッーは、 実質的に戦車ではなく、厚い全面走行と気休め程度の側、後面走行に囲まれ、自走能力を持った対戦車砲に過ぎない。それでも、傾斜走行を取り入れ、防御力も、いくらか向上させようと努力はしているが、この代償として、戦闘室内は大変狭く、また手法が中心線を外れて装備されている関係で、重量バランスも悪く、 さらにエンジン出力が低く理体の幅が狭いこともあり、重量やサイズから連想されるほど路外機動性は良くなかった。実際、車内レイアウトの関係上、車体右側が四角となり、他の乗員と隔離され、後方に位置する、戦車長からの前方視界は悪く、車内の狭さと合わせ、当時の乗員からの評判は良くなかった。この四角が原因で、 個々に攻撃支援などを行うものなら弱い側面を、疲れて、たちまち撃破され、ウイジンであるワルシャワ放棄の紫外線でも、ポーランド国内軍兵士の火炎瓶攻撃により、失われている。敵戦車を、待ち伏せ正体単位で、互いの資格を補い合い、単一の敵に集中砲火を浴びせ確実に仕留めていく。パックフロント戦術こそが正しい本社の戦法であり、機動防御に本領を発揮した。 本社は、ドイツ陸軍の軍直轄戦車駆逐大隊、不評、国民的眼兵士団の戦車駆逐中隊、武装親衛隊の総甲的眼兵士団に配備された、他、75両が、ハンガリー軍に供与されている。軽駆逐戦車としての性能や運用については、評価が分かれるものの、少なくとも、3号突撃砲の代替品あるいは後継という、点では成功したと言える。 戦後もドイツ軍向けだった生産ラインを用いて STI の名で150両が追加生産され、非武装の訓練型 ST3 も50両が作られた。1946年にはスイス陸軍が G-13 の名で採用。チェコでは手砲であるパック39が生産されていなかったため、代わって3号突撃砲用の外見的には主砲のマズルブレーキがあり、 上部のリモコン基銃の代わりに、装甲カバー付き旋回式ペリスコープを装備、またスイスオリジナルの MG-38 用、対空重火を装備したものもあり、さらに側面に搭載された予備天輪と予備離体により、ヘッツアートの識別は容易である。シュコダ・シャニーより1950年までに158両が作られ、戦争映画ではヘッツー役で登場することもあり、 また博物館にある稼働、ヘッザーとされるものの一部には、G-13 の外見を、ヘッザー風に改造したレプリカもある38式、回収戦車バージェパンザー381944年5月から181両が生産された、ヘッザーと共通のコンポーネントで構成された、戦車回収型。他に修理に戻ってきたヘッザーから改造されたもの、等が64両あった。 ヘッザー装備の一個戦車蓄築中隊につき一行が配備された。オープントップでエンジンや手法の交換に使う組み立て式、ジブクレームを備えている。しかしヘッザー同様にエンジンパワーが不足気味で故障、損傷者を牽引した状態では傾斜4度以上の坂を登れず、デーゲなど離体が沈むような悪路では牽引、そのものが不可能であった。十二 二式 10.5cm 突撃榴弾砲、スト42に42式 10.5cm 突撃榴弾砲の、合計 15cm 重不評砲、搭載38式駆逐戦車ジャグドパンザー38シグ33にオープントップ化された車体に 15cm シグ33にを搭載した不評の直接火力支援用、自走砲型、生産終了したグリレの後継。 記録では6両が新規生産され、39両が修理に戻ってきたヘッツーから改造されたとされるが、今のところ実戦部隊で運用中の写真は確認されていない。38式火炎放射戦車フランパンザー38ラインの守り作戦での使用を念頭に、ヒトラーの要求で開発された火炎放射型。20両のヘッツーから手法など装備を撤去し、改造。 700リットルの燃料タンクと放射器を搭載した。第352及び353、走行火炎放射中隊に編成され、北風作戦で実戦投入された。他、38式回収戦車から改造され、戦後チェコ軍装備となったものが2両あった。38式駆逐戦車固定砲が型ジャグドパンザー38スターヘッツアーの手法から、 カルダン枠砲画と中体副崎のシリンダーを省略してリジット式砲画に搭載し、その反動を車体全体で抑える簡易生産型で3000両の量産計画があった。試験の結果、通常型に比べ車体が受け止める反動は15から29%ほど増えただけであったが、不可で法そのものの寿命が短くなったり、旋回ハンドルを通じて衝撃が、 宝手の手に伝わり痺れさせるなどの問題も発生した。手法の取り付け位置は低くやや中央寄りとなった。44年半ばには試作車が完成していたが、通常型の量産が軌道に乗っていたので、シュタール型はすぐには量産されなかった。対戦末期に試作車と先行量産者合わせて14両が完成。一部が実戦参加している。14両目は、 タトラ928ディーゼルエンジンを搭載した38式駆逐戦車計画のための試作車でもあった。戦後、BMM 車が残されたパーツで14両を組み上げ、内半数は従来型同様のパック39が搭載された。スイス陸軍の G1338 式駆逐戦車、ジャグドパンザー38タトラ928ディーゼルエンジン搭載型。 対戦末期の計画車両。量産はされず、38式偵察戦車オープントップの回収戦車の車体に24口径7.5センチメートル砲、計51を搭載した威力偵察用戦車で1944年9月末に完成したが、試験を受けたものの量産されなかった。同じく回収戦車にフラック38機関砲を搭載したタイプもあった。 STI チェコスロバキア陸軍 G-13、スイス陸軍大量生産されたため、第二次大戦期のドイツ軍駆逐戦車中最も多くの車両が現存している。また中には、スイスの G-13 を改造した車両も存在するほか、個人所蔵の車両も多い。合衆国最後の非現用車両として登場。これり単位のマンドリン終盤。 ドイツ軍の制止を振り切るイタリア軍部隊の対戦車砲と交戦する。ザ・ロンゲスト・デ史上最大の作戦ではない方の自由、フランス軍特殊部隊を描く1994年制作の、普通読英米合作映画。終盤に登場する。ハノーバーストリート愛宗の街角、フューリー露角されたドイツ軍の車両が、アメリカ軍基地に駐車されている。ガールズ&、 パンツァーカメさんチームの使用車両。実車と違い、従来型の38戦車、B、C 型に改造キットを取り付けて、結構無理やり組み上げられた。ガールズパンツァー劇場版大洗女子学園の保有戦車として登場。どんぐり正体として活躍する。戦場ロマンシリーズシリーズの一編、アルデンヌの白い虎にて登場する。 エンジントラブルで舞台からはぐれたヘッザーを元チェコスロバキアの住人だった逃亡中のユダヤ人がちょっといじったようだが38戦車と中身は同じと整備修理するドラゴンボール Z 復活のフュージョン悟空とベジータ地獄から蘇った独裁者の帰化戦力として登場助行の聖戦ゼレ例ベ作戦に投入されるパンホー カンパニー・オブ・ヒーローズに西部戦線のドイツ軍使用車両としてフラン・パンザー38が登場。ウォー・サンダー、ドイツ陸軍の駆逐戦車として登場。ワールド・オブ・タンクス、ドイツ駆逐戦車ジャグド・パンザー38ヘトザーとして開発可能。42、二式10.5センチメートル突撃榴弾放送等にも改造できる。コンバットチョロ級ドイツ2タンクとして登場。 また、アリーナのライトクラスの12番の敵として登場。パンツァーフロント、無印、ビスに登場。メタルサーガニューフロンティアプレイヤーの登場戦車として登場。ありがとうございます。